高校の時から電気の分野が得意でした。電気電子の現象は目に見えないところが面白いです。電気電子の技術は世の中の至るところで最も必要とされている技術だと思って選びました。 YouTube でたまたま見た高い送電線の鉄塔で仕事をしている人の特集を見て電力分野に興味を持ちました。大学では電力分野を学びたいと考え、電気電子工学を選択しました。父親が電気関係の仕事をしており、身近に感じておりました。私も将来、社会インフラを支える仕事をしたいと思い、電気電子工学を選択しました。